はい、秋葉原です。いつもね、こちらのチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、先日お送りしたこちらの動画、こちらの動画の方のね、続きということで、ローンについてお話の方をしていこうというふうに思っています。前回もですね、ローンについてのね、魅力っていうものを、まあ、少しでもね、皆さんに伝えれるかなっていうふうな感じで、まあ、動画の方を撮っていったわけなんですが、その中でね、今一番採用しやすいなっていうところで、プロレスローっていうのとかですね、ブラックマジックロー、こちらをね、2本名前上がってくるんじゃないかなっていうふうに思います。今日はですね、そのプロレスローであるとか、まあ、ブラックマジックローっていうのが、今ねこちらのチャンネルを見ていただいているあなたにとってどちらがいいのかっていうのをね、選んでいただくために、少しねこのローの方を深掘りしていきながら検討のね、材料にしていただければいいんじゃないかなっていうふうに思っています。では行ってみましょう。はい、そのわけでじゃあ今日はですね、3つのポイントに分けて、お話の方をねしていこうというふうに思います。1つ目のポイントとしては、ローとパソコンの関係性についてっていうのをお話します。2つ目については、プロレスローとブラックマジックローの画質についてね、少しお話の方をしていきます。そしてね、3つ目に忍者5とビデオアシスト、についてね、ちょっとお話の方をしていこうというふうに思います。そしてね、最後に、私秋あかね、個人の意見としてね、お話の方をさせていただいて、今日の動画の方を締めくくっていこうというふうに思っています。はい、じゃあね、まず一つ目としてですね、ローとパソコンについてねお話の方をしていきます。まずですね、皆さんがですねローを始めようと思った時にですね、今使って見えるパソコンの OS の処理、まあ今ね OS っていうと、まあ Windows か Mac か、まあ Linux とかいうのもあるんですけど、まあ多くの人は Windows か Mac、 そのどちらかをね、使ってみえると思うんです。その中でね、どちらを使ってるかによって、プロレスローを使った方がいいのか、ブラックマジックローを使った方がいいのかっていうのが、実はその時点でね結構分かれてきちゃうんですよね。じゃあまずですね、こちらの図の方をね少し見ていただきたいと思います。こちらの図の方がですね、まあ二重丸と丸と×でね、一応区分けの方されているんですけど、一応ですね二重丸で歌われているのが、まあ完全対応というか、まあ正式に対応しているっていうソフトウェアで、丸で歌われているのは、まあプラグインとかですね、その他まあ有料プラグイン、無料プラグイン、いろいろあるんですけど、そういったものを入れ込むことによって一応対応できるっていうソフトウェア、そして、バツで振ってあるのが、一応今現在ですね、まあ私がちょっと調べたところによると、使えないんじゃないかって言われているソフトウェアになっています。で、こうやって見てみるとですね、まあブラックマジックの方はですね、結構そのブラックマジックローについての情報を公開していて、ね、無料のね、プラグインとかも出しているんで、なんで結構そう、いろんなソフトウェアがですね、まあ対応はしているんですね。で、それに比べてですね、そのプロレスローについてはですね、まあ結構、ちゃんと正式に対応されているのが、Mac で出ているね、ファイナルカットプロ、こちらの1本だけしかないっていうところもあってですね、ちゃんと、まあちゃんとっていうのはね、まあその定義が非常に曖昧になってくるんですけど、まあ、しっかり使い込んでいこうと思うと、やっぱりですね、そのプロレスローを使うんであれば、マッキントッシュ、Mac ですね、Mac の、ファイナルカットプロ、を使って編集していくのが一番いいんじゃないかなっていうふうに私は思っています。ですね。まあ私もですね、一番最初はそのプロレスローから入ってるんですね。で、まあその時はですね、まあ Windows のですね、まあプレミアプロを使っていたんで、まあプレミアプロの方にね、ぶち込んで、まあいろいろ編集の方をしてたんですけど、結構ですね、やれることっていうのがね、まあ少ないんですね。で、まあ私、まあ写真をやってた時からですね、まあローの方はやっててですね、まあローっていうと結構自由度が高いっていうイメージがすごく強くてですね、まあ後から露出が変えられたり、ISO が変えられたり、まあカラープロファイルっていうかですね、まあその色付けそのものをね、ガラッと変えたりすることができるっていうのが、まあローのいいところなんじゃないかなっていうふうに私は思ってたんですけど、このプレミアプロでですね、そのプロレスローの方を入れてやったとしても、まあ露出や色空間情報は変えられるんですけど、 ISO が変えられなかったり、本当後できることってほとんどないんですよね。
なんでそういうのを考えていくと、まあ、あのプレミアプロでね、あのプロレスローをいじってきたりするのはちょっとね、あのローを楽しむっていう意味合いでは少しね、楽しみきることができないんじゃないかなっていうのが、私正直な感想でした。で、まあそれに比べてですね、このブラックマジックロー、こちらの方をね、この表を見てみるとですね、まあブラックマジックさんの方はですね、まあいろんな情報をまあ公開しているんで、まあいろんなね、ソフトが対応はしてるんですけど、これもですね、まあ実際のところ、まあ微妙なところも正直あって、まあプラグインをね、入れたからといって、まあ完全に対応するわけでもなくてですね、実際はそのソフト上で再生ができないとかですね、なんかまあいろんな制約があるみたいです。で、まあ結局、このブラックマジックローをまあしっかり、楽しもうと思うと、まあこのダヴィンチリゾルブっていうね、ソフトウェア、こちらの方を使わなきゃいけないんですけど、まあそれでもね、こちらのソフトに関しては、まあ Windows 版もあって、で、まあ、Mac、もちろん Mac 版もあるんですけど、先ほど言ってたね、プロレスローをですね、Mac の Final Cut Pro でしかね、編集ができないっていうわけじゃなくてですね、Windows 版も、この DaVinci Resolve 存在するんで、なんでまあ、Mac を使っている人も、Windows を使っている人も、まあ、どちらもね、一応裾野を開いているっていう、状況ではあるんですね。まあ、そういったところから、まあ、何が言いたいのかっていうとですね、まず Windows を使っている方、この動画を見ていただいていて、で、ローをこれから始めようっていう方の中で、私はもう Windows を使っているんだっていう方に関してはですね、もうブラックマジックロー一択になってくるんじゃないかなっていうふうに、今現在の段階では私はそういうふうに思っています。まあこんなことはないとは思うんですけど、もしね Windows 版の Final Cut Pro とかね、出てくるようなことがあれば、もしかしたら、Windows でね、このプロレスローの方が、ちゃんとね、いじれるようになるっていう時代が来るかもしれないんですけど、今ねこの2021年の9月現在では、まあ、そういった情報も出てきてないですし、まあ、私の知る限りでは、ちょっと難しい話なんじゃないかなっていうふうには思っています。はい、続いてね、2つ目はですね、プロレスローとブラックマジックローの画質の違いについてっていうのをね、少しお話の方をしていこうというふうに思います。まあこういう話はね、かなりディープな話になっちゃうんで、あまり私自身もしたくはないんですが、かなりね大きい、選択の理由になってくるんじゃないかなというふうに私は思っています。まあこのね2つのローについては、まあ今よくね、あの比較とかで取り上げられる2つになってくるとは思うんですけど、この画質という点についてはですね、もう全く違うローであるというふうに考えていただいていいんじゃないかなというふうに思っています。まあ本当に、ね、あの根本的なところからね、全然考え方が違うって言ってしまってもね、なんか過言じゃないようなところもあって、まあそれがね一番わかりやすいのが、今回私が作ったこの暗所の撮影、これのねテスト画像になるんじゃないかなというふうに思っています。これからですね、皆さんに見ていただく、こちらの画像については、今ね撮影に使っているこちらのルミックス S5、 これにですね、Ninja 5の方と、あとあのビデオアシストの方をつけて、で、ルミックス S5 の方の設定は変えずに HDMI ケーブルのね線だけ抜き差しして、で、プロレスローとブラックマジックローを、同じ条件で撮影したものを、見比べていただこうというふうに思っています。動画の中でね、徐々に ISO の方を変更していきます。まあ、その時にね、出てくるその、まあ、色の違いであるとか、あとノイズ感ですね。そこを見比べていただいて、で、実際に撮影する側からしてみて、どちらがいいのかなっていうところを、見比べていただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。設定の内容なんですけど、色空間情報に関しては、共にですね、V ガマットと、Vlog の方でね、吐き出すようにして、それだとね、若干見にくいところもあるんで、まあ、パナソニック金星のね、REC 709ラットの方も当てています。はい、じゃあそんなわけでね、ちょっと動画の方を見ていただいて、それからね、また皆さんにお話の方をしていこうというふうに思います。では、どうぞ。
はい、比較動画の方いかがだったでしょうか。プロレスローとね、ブラックマジックローの、画質の違い、まあ色の違いとかですね、あとノイズの多さにね、驚かれたんじゃないかなというふうに思います。ローといえばですね、超精細であるとかすごく綺麗とかね、まあそういったイメージでね、思われてる方多いんじゃないかなというふうに思うんですが、それはね、ローで撮った画像をまあしっかり調整した結果じゃないかなというふうに私は思っています。最近のね、カメラっていうのは、まあ、そのカメラの内部の方でですね、まあ、ローのデータを、まあ、内部処理して、まあ、デノイズとかですね、まあ、あと色をつけたりとかして、で、非常にね、暗い状態でもかなり高精細でね、綺麗な動画に仕上げてくれるっていうような、カメラの方設定されてるというふうに思うんですが、プロレスローと、まあ、ブラックマジックロー、こちら両方ともですね、まあ、ローデータなんでね、そういった処理っていうのが、まあ、ほとんど行われていないんですね。まあ、なのでね、先ほど見ていただいた動画のように、結構ね、ISO の方を上げていくと、まあ、ノイズがね、しっかり乗った状態で画像として出てくるっていうのが、まあ、これがね、ごく普通の状態のローだというふうに思っていただいていいんじゃないかなというふうに思います。なのでね、ローで撮影したデータっていうのは、後からですね、このデノイズ処理、ノイズリダクションをね、しないと、まあ、ほとんどね、使い物にならないっていうようなところが、正直なところじゃないかなというふうに思っています。今回ですね、撮ったこのプロレスローとブラックマジックロー、この2つをね、見比べていただいて、まあ、しっかり見ていただいた方がね、結構わかるんじゃないかなというふうに思うんですけど、実はプロレスローよりも、ブラックマジックローの方が、ノイズ感少なかったことに気づかれた方、いますでしょうか。これはですね、ブラックマジックローの考え方が、まあ、プロレスローと違ってですね、そのブラックマジックローの方は結構そのデノイズ処理っていうかね、ノイズの方を、まあ、除去する処理の方を、まあ、実は内部の方でね、かけてるんじゃないかなっていうふうに私は思っています。多分ね、メーカーの方もそういった発言の方をしてたと思うんで、まあ、まず間違いないんじゃないかなっていうふうに思うんですが、それに比べてね、プロレスローっていうのは、そういった処理を、まあ、デノイズをね、行っていないので、まあ、ノイズがね、しっかり乗ったような状態に見えるんですが、その代わりにね、実は結構高精細に映っています。なんで、かなりね、拡大していくと、同じ条件でね、撮った場合は、まあ、ブラックマジックローよりも、プレミアローの方が、実は高精細に映っている。ただ、撮ってね、ポン出しするとですね、ブラックマジックローの方は、まあ、ノイズリダクションかかっているんで、ノイズ感が若干少なく見えるんですね。っていうところでね、実はその2つ、全然考え方が違うんで、まあ、本当撮ってポン出ししたときはね、ちょっと色味も違いますし、その映り方もね、実際はよく細かくまでね、アップして見てみると違うんで、まあ、そこがね、このローを選ぶときの一つのポイントになってくるんじゃないかなというふうに思いました。はい、じゃあね、最後。忍者5とビデオアシストの比較についてね、お話の方をしていこうというふうに思います。この2つはですね、まあもうこちらをね、動画の方を見ていただいているっていう方は、何をするためのモニターなのかっていうのはもうご存知だと思うんですけど、プロレスローを撮るためには忍者5っていうモニターが必要になります。で、ブラックマジックローを撮ろうと思うと、ビデオアシストっていうモニターの方が必要になります。まあもちろんブラックマジックのカメラを使ってるんであれば、まあ必要はないんですけど、他社製のブラックマジックロー対応のカメラを使って、ブラックマジックローを撮る場合に関してはビデオアシストが必要になってきます。で、このね、2台を比較していこうというふうに思うんですけど、まずですね、バッテリーの持ち、からお話ししていきましょう。バッテリーの持ちに関しては、忍者5の方が上です。ビデオアシストの方はね、どうしてもこう比べていくと若干持ち悪いかなっていう感じがします。発熱もしっかりしますし、あとファンもしっかり回ってるんで、なのでどうしてもね、このビデオアシストの方が、どうしても消費電力多いように感じるんですが、これはですね、ビデオアシストの方が、内部処理の量が多い。先ほどもね、言いましたけど、ノイズリダクションをしたりとか、多分そういったこともしてると思うんで、で、そこでやっぱ CPU の発熱量とかも多くて、で、その分だけね、消費電力多いんじゃないかなというふうに思っています。ただ、ビデオアシストの方は、バッテリーが2本ついて、で、忍者5の方はね、1本しかつかないんで、撮影中に交換することはできないんですが、ビデオアシストの方は2本つくんで、撮影中に、バッテリー2本つけておいて、1本目が死んだら、
またね新しいやつつけておけば、2本目が死んでもまだ3本目がちゃんと使えるっていう、まあ、そういったところでね、あの連続運用という意味合いでは、十分いけるんじゃないかなっていうふうに思っています。で、その電源なんですけど、電源についてはビデオアシストの方が圧倒的にいいです。これはね、忍者5のことを調べた方は、まあ、ご存知の方多いんじゃないかなと思うんですけど、忍者5はちょっと特殊で、で、電源ボタンをね、入れることは、まあ、ボタン、物理スイッチでいけるんですけど、電源ボタンを消すとき、電源をオフする場合は、モニター上のね、タッチパネルから電源の方を操作して、電源オフにしないといけないんです。で、それがね、若干ちょっとやってるとめんどくさくてですね、まあ、なんかうまくタッチできなくて電源落ちなかったりとかして、結構ね、ちょっとめんどくさいんです。で、それに対してビデオアシストの方は電源入り切り、両方ともね確か長押しでいけると思うんで、そういったところはね非常に使いやすかったなというふうに思います。で、続いては HDMI ケーブルですかね。例えばですね、まあこういったまあこれスモールリグの変換用の、アダプターなんですけど、プロレスロー忍者5につなぐ場合はこれ使っちゃうとね、プロレスローで、記録することができなくなっちゃうんですね。で、これが多分 HDMI の 1.4 だからなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、なぜかねこれをかましちゃうと、全く、撮影することができなくなります。それに比べて、ブラックマジックローの方に関しては、まあ、これをね途中に噛んだとしても、このままね、ブラックマジックローの方で記録することができます。まあ、そういったところもあって、まあ、別にこのケーブルをちゃんと 2.0 1本でつなげればプロレスローでもしっかり取れるんで問題ないんですけど、まあ、そういったねそのちょっとしたところが、やっぱり非常にハードル高めになってくるんじゃないかなっていうふうに正直思いました。私もねしくじり先生でも言いましたけど、 HDMI ケーブルをね、選定をちょっとミスったせいでプロレスローで記録できなかったっていうのもねあったんで、なんで、まあ、そういったところをね、ハードルの低さっていう意味合いでは、ブラックマジックローの方が、導入しやすいんじゃないかなというふうに正直思います。続いてはメディアですね。プロレスローに関してはですね、忍者5、こういった感じのね、SATA接続の SSD、こういったものをですね、後ろにカチャッと、まあ、カセット式にはめ込んで、撮影することができます。これ比較的ね、予算的にもリーズナブルで、まあ結構使いやすいっていうのが、まあ正直私の印象なんですけど、まあこういったものを、まあ忍者5の方は使います。で、それに対してですね、ビデオアシストの方に関しては、USB の Type-C で接続できるもんなら、結構何でもこいなんですね。で、これだと本当に SATA 接続、忍者5に対して SATA でね、接続しなきゃいけないんで、もう接続できる、このハードディスクっていうか SSD が、まあ、ある程度形状が限られてくる。まあ、ただまあこれそのものがリーズナブルに買えるんで、まあ、結構お値打ちはお値打ちなんですけど、まあ、SATA しか選べないっていうところが、まあ、一つネックなポイントなんじゃないかなというふうに思います。まあ、ビデオアシストに関しては、まあ、USB Type-C でいけるんでね、もう全然もうこういったタイプの、普通の SSD も全然いけちゃうんで、まあ、そういった意味じゃ、まあ、いろんな意味で裾野が広いのかなっていう気はします。ただ、今ですね、まあ、私、まあ、こういった普通の SSD も持ってはいるんですけど、今使ってるこういうね、アトモスのこういう SATA 接続の SSD、これも実はですね、ビデオアシストに使うことができて、まあ、これで、ね、アトモス純正の、こういう SATA 接続のやつをパソコンに取り込むね、こういうアダプター、まあ、これ USB Type-C になってるんですけど、まあ、これを使ってビデオアシストに差し込むと、こういうね、カートリッジ式の SSD として、まあ、使用できるんで、まあ、これね、結構意外と実は、まあ、安くてですね、まあ、使い勝手もいいんで、まあ、いいんじゃないかなっていうふうに正直思っています。まあ、これについてはね、ちょっと概要欄の方にね、またメモしておきますんで、ちょっと気になった方はね、見ていただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、まあ、この忍者5とですね、ビデオアシストの違いっていうのは、まあ、それぐらいかなっていう感じはするんですけど、まあ、よくね、いろんな方が書かれてる記事とかね、読まさせてもらうと、なんかやっぱり忍者5の方がいいみたいな感じでね、結構書かれてること多いんですが、細かい設定とかね、そういったところに関しては、忍者5の方が確かにね、なんかできるような感じがします。ただ、ローを取るっていう一点においては、僕はビデオアシストの方が、まあ簡単かなっていう気がしました。
まあ、その先側から言っているのはその HDMI のケーブルの件にしてもそうですし、まあ、OS の件にしてもそうですし、まあ、非常にね、あのビデオアシストの方が何をするにしても設定使いやすいんですね。で、一旦覚えてしまったら、まあ、そこからね、特に変更することもないですし、あとそのモニターに映る情報とか、カメラに、あと HDMI 出力した方向に映る情報であるとか、まあ、いろんなものがね、選べたりするんですね。まあ、そういったところを考えていくと、まあ、ビデオアシストの方が非常に使いやすいんじゃないかな。逆にその Ninja 5の方はですね、まあ、私もしくじり先生の動画でも散々言いましたけど、結構難しくてですね、ロー一つ収録することに対しても結構難しかったりするんで、なんでそういったね、機械、ギミック的なものがね、苦手な方に関しては、もう素直にブラックマジックローの方が楽なんじゃないかなっていうふうに、私は思っています。はい、本日の動画の方はいかがだったでしょうか。結構ですね、まあなんかいろんなことを喋っちゃったんであれなんですけど、まあ結論から言うと、私個人としては、今後ね、ブラックマジックローの方を使っていこうというふうに思います。やっぱり一つのね、一番の理由としては、まあ私が Windows 使いであるという点。まあ私もね、あのマッキントッシュ、まあ Mac の方ね、結構練習はしたりとかして、まあ3年ぐらい使ったこともあるんですけど、どうしてもね、あのファイル管理、フェンダーってやつですか。あれが理解できないんですよ。どうしても納得がいかないところが多くて、で、どうしてもね、Mac 使えないんですよね。で、そうなってくると、やっぱり Windows 一筋っていうところを考えていくと、ブラックマジックロー一本になってくるのかな。で、あの、このスピードエディター、まあ、こちらですね。こういうスピードエディター、こちらもですね、最初はすごく使いづらかったです。ハットページとかも意味わかんないし、っていうふうに思ってたんですけど、意外とね、その、ちょっとずつカットページをね、使うようになってくると、これがないとね、全く話にならないですし、エディットページとかでもね、実はこういう、ダイヤルとかね普通に使えますから、そういったところでもね非常に使いやすかったりして、もう私も今この編集に関しては、自分の個人の動画に関しては全て、ダヴィンチリゾルブスタジオの方使うようにしています。まあそういったところもあってね、ブラックマジック非常に使いやすいなっていうところで、私はね今後、まあブラックマジックローの方を、使って撮影の方を楽しんでいこうかなというふうに思っています。決してね、あの、プロレスローをね、ディスるとかそういうわけでもないですし、まあ、プロレスローはプロレスローでね、突き詰めていくとすごくね、高精細でいいんじゃないかなっていうふうに思うんですが、まあ、逆に言うとそこまでね、高精細もいらないっていうところも正直あって、まあ、5.9K であるっていうことがやっぱり一つ大きなポイントですね。で、それに対して、あと、ローである、その、露出のね、変更とか、あとあのカラーサイエンス、色空間情報ですね、を変更したりすることができる、まあ、それらをね考えていくだけでもね、全然大きいなっていうところが正直あって、できればね今後もこのブラックマジックローについてはですね、まあ私の友人とかにもですね、できれば進めていきたいなっていうふうに思うぐらい、一つね大きい、出来事があったんじゃないかなっていうふうに私は正直思っています。はい、そのわけで今日の動画はここまでということでね、今日の動画面白かったよという方はですね、高評価ボタンの方をポチッと押していただくとですね、まだねチャンネル登録ボタン押していないよという方はですね、今後もねこういった、カメラネタとかですね、まあ、いろんな皆さんにとって有益な情報をね、お話ししていこうというふうに思ってますんで、チャンネル登録ボタンもねポチッと押していただけるとですね、私も励みになりますんで、ぜひぜひお願いしたいと思います。はい、そのわけで、今日の動画はここまでということで、またね、こちらのチャンネルの方でお会いいたしましょう。では、さよなら。